ルプロコップはパリロック、サンジェルマンイコールデイコールプレ界隈、ランシエンヌコメディ通りにあるパリで現存する最も古いカフェレストランである。1686年にシシリー島出身のフランチェスコ・プロコピオが創業した。ルプロコップは当時リュデ・ホッセ・サンジェルマンイコールデイコールプレとして知られていた場所に流行ファッションの紳士がコーヒーを飲むためのカフェとしてオープンした。当時は 居酒屋で振る舞われていたエキゾチックな飲み物であるコーヒーやトルコ風ファッションに身を包んだウェーターによって振る舞われる時期カップに入れたシャーベットが主なメニューであった。開業時のメニューや服装は1683年当時ウィーンで流行していたカフェのスタイルを模倣したものと言われるが、店内に大きな鏡やクリスタルガラスのシャンデリアを配し、廉価ながら贅沢な雰囲気を味わえた。 多くの人々が気晴らしやくつろぎ、議論や噂話を交わすために集まった。プロコピオは店内のストーブの煙突に風刺新聞や中小文書、劇文などを貼り付け、論客や情報屋などを常に何人も取り込んでいた。初期にはエスコート係の女性がいたが、すぐに見られなくなった。1689年にはコメディフランセーズが通りの向かいにオープンし、 劇場カフェとして知られるようになった。1752年12月18日に、ルソーがコメディフランセーズで上演中の彼の最後の儀曲、ナルキッソスの公演が終わる前に店にやってきて、ルプロコップの客たちに向かって、ステージ上ではとても退屈だった。と言ったと伝えられている。訪問客を驚かせたのは、洗礼のない習慣をミックスしたスタイルであり、店には、 女性がいないことについては誰も取り立てなかった。18世紀を通して、ブラススリー風のルプロコップは、インテリア、権力者、スキャンダルゴシップ記者であるヌーベリストの都う場であり、彼らのルプロコップに関する発言は、警官の報告書に繰り返し現れている。すべての百科全書派が、ベンジャミン・フランクリン、ジョン・ポール・ジョーンズや、トマス・ジェファーソンがしたようにチョコレートを混ぜて飲んでいた。 ボルテールのように、1日40杯のコーヒーを飲んでいたわけではない。革命期には、フリジャボーが自由の象徴となり、ルプロコップに最初に飾られた。コルドリークラブ、ロベスピエール、ジョルジュ・ダントン、そしてジャンポール・マラーはこのカフェを会合の場所として使っていた。復興生後の有名な客は、アレクサンダー・ホンフン・ボルトであった。彼は、1820年代に午前11時から、 正午まで毎日ここで昼食をとった。ルプロコップは文芸上の名声を保ち続けていた。アルフレッドド・ミュッセ・ジョルジュ・サンド、ギュスターブ・プランシュや哲学者ピエール・ルルー、ルモンド氏の編集者エム・コキーユ、アナトール・フランスらは皆常連であった。第二訂正下では日韓市でクロジェ・フランセ・ラ・レフォームのオギュスト・ジャンマリー・ベルモレルやレオン・ガン・ベタラが 社会改革の計画を議論していた。ルプロコップは1988年から1989年にかけて18世紀のスタイルに改装された。ポンペイレットの壁にクリスタルシャンデリア、ベーターは革命期風の制服を着ていた。1686年の開業以来、このパリで最も古いカフェは今もランシエンヌコメディ通りで営業を続けている。ありがとうございます。